キリスト教徒による宗教的迫害。キリスト教徒による宗教的迫害では、キリスト教の信者によって行われた、他宗教の信者、無信論者、無宗教者への宗教的迫害について記述する。ほとんどは、カトリック、プロテスタントなどの政方協会の信者による迫害であり、正教会など東方教会は、他宗教と同じく政方協会から迫害を受けた子もあるが、 一方で迫害を行う側となったこともあった。以下、ほとんどがカトリックとプロテスタントによるものである。正教会は同じく迫害される立場であったが、迫害を行う側となったこともあった。テオトシウス一世によりキリスト教がローマ帝国の国教になった後に分かつて、キリスト教を迫害していた古代ギリシャ信仰の信者は、逆にキリスト教徒によって迫害され、 5世紀までには、キリスト教への強制改修などにより根絶させられた。テオドシウス自身も古代ギリシャ信仰を含んだすべての、非キリスト教信仰に激しい憎悪を燃やしており、宗教施設の破壊や、礼拝禁止などの措置を取ったことで知られている。中世カトリックは、非主流派を、一旦と決めつけ、死か改修家を選ばせる、厳しい迫害を行った。一方で、 正教会等の他のキリスト教諸教派では、異端の殺害は行われていないとされているが、実際には、ロシアに伝わっていた、正教旧来の信仰を守り改革を拒否した、正教古儀式派の初期の指導者であるアバクームと、ソロベツキー修道院の修道士たちなど、主流派正教会に破門され殺害された者も,も存在する。現在に至るまで、正教権においても、 宗教的少数派に対する迫害は継続的に存在している。またこれらの諸派へのカトリックによる十字軍も多く、派遣された北方十字軍、アルビジョア十字軍など、プロテスタントも初期はカトリックのトリエント公会議などにより排斥され、戦争の原因の一つともなった。そうして差別にさらされたプロテスタントは新天地を求めて当時、 発見されたアメリカ大陸へと渡った。こうして、ヨーロッパ人が入植し、やがて成立したアメリカ合衆国では、プロテスタントの方が優勢であり、今度はカトリックが排斥されるようになった。これは近世に至るまで続いており、アメリカ合衆国では、モルモン教、末日聖徒、イエスキリスト教会とそれ以外の信者との間で、圧力を生みモルモン戦争と呼ばれる暴力の、 無限連鎖が起こったカモルモン教徒は追放され西部に移動した。さらに1857年には現在のユタ州周辺で不法選挙状態だったモルモン開拓団に対し連邦政府派遣の知事受け入れを条件に遵守として認める連邦政府と協定をモルモン教側が保護にしたことによりユタ戦争が発生。連邦政府は 騎馬隊4000人を派遣しモルモン教徒と対峙した。この時東西から脅劇を恐れ無関係の西部移民団を武装解除させた上で虐殺美略奪行為が行われた。近年でも非主流派への迫害及び宗派間の対立は完全に解決しているとは言えない。第二次世界大戦においてカトリックであるクロアチア人はナチス、バチカン目人の元正教会のセルビア人を 大量虐殺、強制回収しており、後のユーゴスラビア内戦の火種ともなった。20世紀のイギリス最大の政治問題である北アイルランド問題はカトリックとプロテスタントの対立が原因の一つとして挙げられる。キリスト教はイスラム教徒に対しても厳しい迫害を行ってきた。歴史的経緯によりイスラム教はキリスト教の一端とみなされたため、イスラム教徒は キリスト教原理主義者から凄まじい像を浴びせられた。イベリア半島では、レコンキスタの進展によりイスラム教徒はキリスト教徒の霊族民として処遇されることとなった。1492年に最後のイスラーム政権となったナスル朝が打倒された際、カトリック王はムスリムの信仰の自由を保障し、霊族民として一定の人権を与えることを確約した。 しかしこの約束はすぐに保護にされ、ムスリムは追放か回収かという選択を突きつけられた。さらに16世紀から17世紀には、遺憾審問により隠れムスリムをあぶり出し、強制回収を迫った。結果として、ほとんどのイスラム教徒は、屈辱的なキリスト教への回収を受け入れるか、モロッコなどへ亡命し、その土地に同化した。ユダヤ教徒も同様の扱いを受けたが、 隠れユダヤ人としてスペインで信仰を守り抜いた者も,も少なくなかった。聖地エルサレムをイスラム教徒の手から脱会するために十字軍が派遣されたが、第1回十字軍の際には十字軍戦士は、イスラム教徒への大量虐殺、強制回収、略奪にふけり、またイスラム教女性へのレープなども行われた。当時の記録によれば、エルサレム行為戦の時の惨劇でエルサレムは、 膝まで浸かるほどの血の海になったという記録が残されている。また東方キリスト教徒は十字軍の派遣により、ズインミーの地位から解放されると期待していたが、実際には異端として同様に虐殺や略奪などの被害にあった。フィリピンやマレー半島ではイスラム教が広まっていたが、入植に来たスペイン人やポルトガル人は彼らのイスラム教を否定、弾圧し、カトリックを広めていった。 スペインのフィリピン征服によりイスラム教徒の多くは屈辱的なキリスト教への改修を受け入れるか南部に退却して抵抗を続けるかの二択を迫られた。結果としてフィリピン北部のムスリムはキリスト教への改修を余儀なくされイスラム教徒、モロは南部でのみ多数派を占めることとなった。またヒンドゥー教徒も同様の道をたどった。 シチリア島のイスラム教徒は13世紀前半までは極めて寛大な取り扱いを受けており、先進文明の担い手としてフェデリーコ2世の王宮でも高い地位についていた。しかし13世紀後半以降は急速にその地位は低下し、結果的に強制改修や追放によってシチリア島のムスリムは消滅した。現代の欧米社会でも一部の宗教的、 共状主義者や過激派武装組織をイスラームそのものと同一視する風潮が蔓延しており、イスラム教徒は根強い差別や偏見にさらされている。就職時の差別なども強く存在しており、フランスではムスリムの若者たちが不満を爆発させ、2005年パリ公外暴動事件となった。大公会時代が訪れると、キリスト教の司祭たちはアフリカやアジア、アメリカ大陸、 オーストラリアなどに軍事力を伴った戦況を開始した。ヨーロッパ白人は全ての先住民を野蛮人と断定し、自らの先進的な文化やキリスト教を広めて回った。南アメリカ大陸やメソアメリカでは、コンキスタドーレスたちが盛んにインディオに対する強制回収を行い、土着信仰の抹殺に励んだ。またこれと並行して略奪や虐殺。 インディオ女性への強姦も盛んに行われた。北、アメリカでもアメリカ合衆国やカナダの政府が盛んにインディアンやエスキモー、アレウト、またハワイやベイリオサモアなど太平洋諸島民に対する強制回収を行った。またこれと並行して略奪や虐殺、女性への強姦も盛んに行われた。インディアンに対しては19世紀末から インディアン寄宿学校による土着信仰の抹殺、キリスト教への強制改修を組織的に行った。オーストラリアでは先住民のアボリジニが徹底的に弾圧され、また合衆国のインディアンと同様に野蛮な文化を根絶するために、アボリジニの子供を親元から引き離し、白人家庭や寄宿舎で養育するという政策が行われた。 アボリジニの文化を絶やしアボリジニの存在自体を消滅させるための政策であった。アボリジニの真剣はことごとく否定された。アボリジニの文化や言語は断絶し、政策の目的は達成されたと言える。こうして白人に連れ去られたアボリジニの子供は盗まれた世代と呼ばれている。この弾圧、虐殺は凄まじく、タスマニア島からは純血のアボリジニが消滅した。 アフリカ大陸を征服したキリスト教諸国は、アフリカの土着信仰を、邪教、悪魔の教えと断じ、宣教師団などを用いて、キリスト教への改修を促す政策を推進した。ヨーロッパ白人は、アフリカ大陸を暗黒大陸と呼称し、アフリカのすべての文化、宗教を否定した。キリスト教布教は、キリスト教諸国にとって文明開化を意味し、宣教師団による、 啓蒙活動の推進であったが、実際には、搾取に他ならなかった。また北アフリカにおけるイスラム教徒に対する迫害は、彼らの激しい抵抗を呼び起こした。しかし黒人アフリカ人たちとは、比較にならないほどのヨーロッパの軍事技術の差によって、アフリカは20世紀初頭までに一部を除いて、分割されていった。こうした迫害は、人種差別を伴い、 アフリカ人たちが独立を達成した20世紀後半に至っても一部では継続された。ローデシア共和国による白人独裁、そして南アフリカ共和国によるアパルトヘイトである。南アフリカ共和国においては宗教的迫害も公然と認知されていた。これは同じキリスト教徒からも非難されるほどの凄まじいものであった。イギリスのインド統治の期間中、 もしくはそれ以前のヨーロッパ諸国によるインド南部の支配において、キリスト教の宣教師たちは盛んにヒンドゥー教を邪悪であり、偶像崇拝以外何もない空虚な教えであるとして激しく攻撃し、その存在価値を認めなかった。イギリス以前の支配者の中には、ヒンドゥー教徒を激しく迫害した者も,も多く、イギリス時代にも当然のように、キリスト教徒と非キリスト教徒の間には、 強い差別が存在した。キリスト教はユダヤ教から派生した宗教であったが、ローマ帝国にキリスト教が普及し、国教として採用されるにあたりイエスの処刑の原因をユダヤ人に擦りつけスケープゴートにすることで、ハンダや主義的な帝国市民との妥協を行った。これ以降キリスト教徒からユダヤ教徒は神殺しと呼ばれ、極めて厳しい迫害を受けた。 ユダヤ人はゲットーに閉じ込められ、キリスト教徒との交際や婚姻を制限され、またしばしば民衆の不満の裁け口になった。また、イスラム教や東方教会、各種原始宗教と同じく十字軍の標的にもなった。19世紀から20世紀にかけて、欧州ではユダヤ教徒の解放が進み、法的な差別は消失した。しかし、ドイツではナチスが、 民衆の反ユダヤ感情を利用し、ホロコーストを引き起こした。また、感情的な差別は現在でも解消しているとは、言い難く、ユダヤ教徒は、ネオナチの標的となったり、ホロコースト非人論を主張する者もいる。ベトナムでは、ベトナムのカトリックによって、仏教徒が迫害される、仏教徒危機が発生した。熱心なカトリック教徒だった、ゴディン・ディエム大統領自ら、 仏教徒を積極的に迫害し、し差別した。日本におけるキリスト教は1549年のフランシスコ・ザビエルとイエズス会、ヤソ会から始まり、戦国大名の中には南蛮貿易での利益を求めて自身がキリシタン大名となり、キリスト教を優遇する者も現れた。その過程において一部のキリシタン大名とキリスト教信者によって、 呂内の神社、寺院が焼かれ、僧侶が迫害されるという事例が存在した。ただし、仏教徒の大名の領土では、逆に、キリスト教徒が迫害されていた事例も存在した。原因の一つに、キリスト教が多宗教を悪魔の教えとみなしたことによる対立がある。アフリカにおける例を参照。この神道、 仏教に対する弾圧とポルトガル商人によって行われていた日本人奴隷の貿易を宣教師たちが黙認していたことを明文として豊臣秀吉はバテレン追放令を発しキリスト教への圧迫が強まったただしこの段階ではまだキリスト教自体は禁止されてはいなかったあくまで宣教行為を禁止し外国に売られた日本人を連れ戻すようにとの命令でありすでに キリスト教徒となった日本人に対して帰教を迫るものではなかった。しかし、サンイコールフェリペ号事件によって、豊臣秀吉の対キリスト教政策はさらに降下し、キリスト教が禁止されるに至る。キリスト教は完全に禁止され、キリシタンは帰教を強制された。その後、島原の乱に代表されるキリスト教徒による反乱によって、徳川幕府は、 キリスト教を危険視し、キリスト教徒は、死罪や強制回収などを含む徹底的な弾圧を受け、江戸時代が終わるまで続いた。カトリックは信仰と相入れない科学的な考えや、それらに影響を受けた無神論的な思想の持ち主を、異教と異端として迫害を加えている。415年に修道士らが女性天文学者のヒューパティアを殺害した際には、 指示したキリロスがその功績を称え、教皇レオ13世により、教会の博士として、成人の列に加えられている。殺害に至らないまでも、ガリレオ・ガリレイのように、異端審問で、有罪判決を受ける者もいた。一方で、科学の発展に寄与した人物には、敬虔なキリスト教、と、ガリレオ、アイザック・ニュートンだけでなく、聖職者、グレゴー・リオ・ファン・メンデルも存在する。 ローマ帝国の国境となって以降のキリスト教は教理に関して非常に厳格な内部統制を敷き少しでも教皇をはじめとする主流派指導部の見解に背いた場合たとえ東方正教会であっても異端のレッテルを張ったまた同系の宗教であるユダヤ教やイスラーム教も含めて他宗教はすべて無価値な教えとされたこれは カトリック教会が20世紀半ばまで掲げていた、教会の外に救いなし、及び、プロテスタント教会の、キリスト教の外に救いなしという排他主義的な標語に、象徴されている。ただし現在、カトリックは、第二バチカン公会議において、キリスト教の教えに納得できない者やキリスト教を、十分に理解していない者が洗礼を受けなくても、決して滅びることはないという見解を示しており、 プロテスタントも信仰を持っていない者の,のことも、神の愛に信頼して任せることができると考える、教会が多くなっている。ジョンヒックは、このような極端なキリスト教の宗教的エスのセントリズムは、階ソイエスを過度に深刻化し、言葉通りの意味で、神、すなわち三位一体の子なる神であり、全貴人であり、全、貴神であるとしたことに由来すると指摘した。この教理に従えば、 キリスト教は神自身によって建てられた宗教となり、容易に他宗教を人間によって作られた偽りの無価値の胸と断ずることができるからである。現在のキリスト教会では、カトリックが一定程度他宗教の存在価値を認める方針を打ち出してはいるものの、依然としてキリスト教の最終的優越性を否定してはおらず、包括主義にとどまっていると批判されている。 プロテスタント教会では宗教多元主義者から旧来の排他主義者まで幅広い見解が見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。